とテロップ書こう。あ、来た。16歳最後の配信。みんなー、すごい、なんか今日固定する場所がなくてごめんなさい。16歳最後の配信です。フレイングおめでとう、ありがとう。あと今何時だ、もうすぐ、あ、10時になったら教えてください。そしてみんなあと15分とかしかないと思うんですけど、10時までしかできないので15分だけでも、16歳最後の配信します。ありがとう。あと2時間ちょっと後にはセブンティーンになってるということで、今16歳の私覚えといてくださいね。17歳とどう変わっているのか。事務所なんだ。そう、今日はですね、久しぶりのチーム公演だったということで、公演終わってバタバタ事務所に来まして、急いで配信しております。ちょっと家に帰っちゃうとね、さすがに10時越しちゃうので。あ、暑い、ありがとう。明日は、公約の打ち上げを東京の都内でするので、ショールームがちょっと当日できるかどうかちょっと分かんないんですけど、今日やっときます。ありがとう。あ、なんで今日誕生日じゃないのに誕生日みたいな枠になってるんだけど、超嬉しい。1日前とかでもなるんだね、これって。風船とケーキとプレゼント箱と、すごーい。フライングおめでとう。すごいよね、ありがとう、みんな。みんなじゃないか、ショールームさん、ありがとうございます。今日はね、話したいことたくさんあるんですけど、劇場がリニューアルしまして、ステージの形が変わったんですよね。今までは、一旦ステージに降りて B ステ、本ステと B ステがあったんですけど、それがなくなって、センター花道ができて B ステまで行ける、T 字型になりまして、すごい演出とかも変わって、昨日からずっとリハーサル、今日もね、朝早くから入ってリハしてたんですけど、すごいまた盛り上がる演出になったので、ぜひ来てください。立ち見になったらつる、あ、確かに立ち見から見づらくなっちゃった。お客さんの座る位置とかもちょっと変わったので、私の生誕祭にはもうその変わったやつだから、みんないい席を見つけて入ってくださいね。そう、 B ステが、すごい狭くて踊りにくかったんですけど、広がってとっても踊りやすくなりました。ありがとうございます、運営さん。あー、東京タワー立ってる、ありがとう。誰、好き、愛してる、保険さん。東京タワー、16歳最後の東京タワーです。ありがとうございます。お誕生日、あ、すごいいい感じにろうそくに見えて、ありがとう。打ち上げ外れた、どうにかしてくれ。マジですか？そっか、もう当選発表行われているのかな。今のところ外れたっていう声しか聞いてなくて、すごい、逆に誰が当たってるんだみたいな感じなんですけど、やばい、あと明日お誕生日っていうのに、ここにニキビができてとっても痛いですっていう変な報告。今何分ですか？誰か今何分、あと何分配信できるかな。17歳になっても配信時間って変わらないのかな。高校生卒業したら11時までとか、10時って結構ね、あれですよね。流れちゃう。あ、49分ですって、あと10分。話すことが多くて、しかもちょっと疲れる手が、これ。どうやって固定するの？この機械の使い方がちょっとよくわかんなくて。どうやってするんだろう。あ、こう？あ、こう？こういうこと？危ないんだけど、あ、いい感じ、できた。明日楽しみ、あ、楽しみですね、打ち上げ。福岡でやらないのっていう声がとっても多いんですけど、そう、まず東京で今いっぱいいっぱいで、なんかとても明日の固めとかまだ全然できてないんですけど、もちろんね、福岡の方もたくさん応援してくださって、何より地元なのですごいできたらいいなと思ってるので、今私もスタッフさんにね、また明日が成功したら、よいしょ、よいしょ、OK。 そう、
福岡でもやらせてくださいってお願いしているところなので、ちょっとお待ちください。髪色綺麗、気づきました？私まだ染めて1日目とかなんですけど、ちょっとね、前回暗くしてて黒髪にしてたので、そう、お誕生日前、生誕祭前にちょっと明るくして、なんか超綺麗なアッシュにしてくださって、あの福岡マリスの谷川さんがまた今回もやってくれたんですけど、そうアレンジとかしたら可愛くて、今日なんかツバメちゃんヘアって言うんですか、これなんかよくわかんないんですけど、全部あげるお団子じゃなくて、ここだけいい感じにお団子してるんです。とっても可愛いですよね。あ、東京タワーが立っています、ありがとうございます。あ、なんかこんな日にたくさん配信できないなんて悲しいですね。マジ髪伸びたね。でしょ、巻いてもこんないい感じなんです。カラー似合うよ、ありがとう。そう、私も個人的にはすごい明るいカラーの方が好きなので、夏休みだしちょっとね冒険してみようかなと思いまして、またタワー立ってありがとう。昨日ユキにも同じ髪型してた。本当ですか、超嬉しい。こう今流行ってるんですよ本当に。でもたくさんボブとかの子が多分全部あげれないから。前髪切った、すごい、みんなよく気づきますね。前髪結構切ったんです。ちょっと短いから踊ると浮いてきちゃうんですけど。好きな衣装教えて。好きな衣装は、なんだろうな、衣装っていっぱいあるもんね。好きな衣装は、私が今年の USJ で着た AKB さんの衣装だったんですけど、刺繍の花柄に私が着たやつはオフショルの形だったんですけど、それがすっごい可愛くて、なんか今の流行りな刺繍のお花みたいなトレンドを入れててめっちゃ可愛かったです。かっこいい系で言ったら、最終ベルの中盤曲スパンコールの白とシルバー、シルバーと黒のやつが好きだ。21号12分ありがとうございます。実況私も好き、かっこいいですね。あとかっこいいですねって何、自分の衣装な、かっこいいんですけど、あの私の衣装はですね、あれオリジナル衣装で HKT が新衣装作ってもらったんですけど、チーム H が、私はなんか背が高いからって言ってしのぶさんからロングコートにしてくれたんですけど、多分私と若ちゃんだけロングコートだった気がします。今その衣装を誰が着ているかは分かりませんが、多分背が高い K4 のメンバーが着ているんじゃないでしょうか。なぜかかわいい、好き、わら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 、いらんかろうがって。その髪色したい、この髪色してください、ぜひ。なんて言うんですかね、分かりません。なんかいい感じのアッシュですよ、ですよ。ではなんか谷川さんは基本的にすごい綺麗な透明感ある色にしてくれるので助かってます。そう、色が落ちてもとっても可愛いから、今ねまだ2日目です、あ、1日目なんか全然染めたてほやほやなんですけど、これから楽しみ。前下がりに見える、前下がりですよ私。8月29日で12歳だよ。12歳、誕生日近いの、おめでとう。57分、絶対に嘘、マジ、ありがとうみんな、ハッピーバースデー。え、すごくない、建てた東京タワーにハッピーバースデーって書いてんの、ハッピーなんとかって書いてる、すごいね、ショールームすごい。え、何この64って何、絶対に嘘。53分だって、よかった。明日の打ち上げよろしくお願いします。来る人楽しみだね。あひゃ、痩せた？あー、でも最近痩せたって言われるんです。久しぶりに事務所に顔出してスタッフさんに会ったんですけど、え、痩せたんですよまたって言われて、あのこの間まで食当たりだったので、もう全然食べてなくて、そうだからちょっと体重も落ちちゃったんですけど、現に。でもその本当にね、体調崩して全然ご飯が食べれなくて、食べたいのに食べれなくて、お腹が痛くて、いかに普段普通にご飯食べれるのが幸せかっていうことを噛みしめまして、なんか本当に食べれるってことが嬉しくて幸せすぎて、最近食当たりのそのなんていうんですか、あれがすごいんですよ、取り返そうと体が必死すぎて、この間ピザ10枚食べて、え、本当にすごい、マジで最近、今日の昼もパスタ食べてドリア食べてみたいな、
そんな日々を送っております。お誕生日おめでとう、ありがとう。今日一番に言ってくれました、きっと。あと2時間後ですよ。なんか今までの誕生日の中で一番実感がないです。なんか誕生日近くなったらいつもハラハラドキドキして楽しみだなみたいな感じなんですけど、もうやることが多かったのかわかんないけど、なんか気づいたらもう9日で、明日じゃん、大丈夫かよみたいな感じです。はい。びっくり、本当に嘘みたい、もう誕生日来ちゃった。でも誕生日って本当に幸せすぎてもったいないから、なんかここで今誕生日を使っていいのかみたいな、なる。本当に幸せじゃないですか誕生日って。すごいいっぱい喋ってるけど、なんか HKT に入ってお祝いしてくれる人がたくさん増えたから、余計誕生日が本当になんかもったいないって思っちゃう。こんなあれなの、毎日誕生日だったらいいのになって思う。みんな毎日誕生日みたいな扱いしてくださいよ、ファンの皆さん。あと4分だって。なんか強制終了されると思うから、多分強制終了されたら切りますね。花のセブンティーンということで、今年16歳か、16歳はとっても充実してて、なんか幸せな日々が続いていたので、17歳も花とつくように輝かしいセブンティーンにしたいと思います。っていうのを明日の打ち上げて言おうと思います。フライング報告で、あ、そうだ、あと生誕祭が21日、今月の21日に決まりました。イエーイ、ありがとうございます。2回公演でしたかね、その日。2回公演はてなみたいな書いてたの、スケジュール。1回公演ですか、わかりません。月曜日だった気がします。どうでしたか皆さん。そう、行けないっていう人がなんかすごい多くて、まあでも年に一度な、昼夜の2回だよね。2回じゃないの、2回だって。私毎年2回公演の日に生誕祭じゃないですか。去年も多分2回公演の夜公演が私の生誕祭で、やっぱ夏休みだから、毎年夏なので2回公演が多いから、いつも2回公演なんです。でも多分17時開演なので、多分ファンの人はその日日帰りできたりするから、きっとそっちの方が嬉しいんですかね、わかりませんけど、まあ来れる方は来てほしいなと思います。あと何分でしょうか、強制終了される前に。あ、ありがとう、みんなたくさん星とかタワーとかだるまとかハートとか花タワーとかありがとう。58分なって、あと2分。17歳の抱負はって聞かれてるんですけど、コメントで、まだ17歳じゃないので16歳の思い出を振り返ります。16歳は、みんなとラブラブできて嬉しかったですとか言っときます。わがちゃんから連絡来た、なんで、わがちゃんまだです。あとすごい LINE で誰が一番に連絡をくれるのか、とっても今ドキドキしています。まおちゃんは、動画で一番を目指して送ってくれるって言ってた。お誕生日おめでとう、ありがとう、みんなすっごい嬉しい、もうとっても今幸せな気分です。生誕祭よかったらね、来てほしいな、たくさんの方に来てください。何のユニットをするのかはお楽しみです。何のユニットが見たいですか皆さん、何が見たいかな。あ、59分になって悲しいね。あ、そう、私の誕生日、あのキャラに合わないんですけど、一応ハートの日なんですよ。夜風ですか、夜風の仕業、キャンディー、あ、キャンデー、キャンデーだって、キャンディーですね、ありがとうございます。夜風とキャンディーが多いんだね。じゃあ全部やっちゃおうかな。あ、多分そろそろ強制終了される頃だと思います。みんな見てくれてありがとう。3000人、3000人のみんなまとめて舐め回すぐらい愛してます。バイバイ、あと1分、ありがとう見てくれて。あー、東京タワーが最後に立ってるけど、ありがとうって言う暇もなくありがとう。明日は楽しんでくるよ。毎年東京だな、私の誕生日。